ポチッタムラジポチ。やっほー、やっほー。やばい。A グループと会った。<laughs> <laughs> 単独お疲れーって言うと思ったら、やばい。生 A グループ、ね。A A グループと会っちゃった。はい、ほんまにね。 あの、かけてるわけでは全くないんですけど、マジで、ええコラやったマジで、ええコラ。6人中2人と会ってんな。うん。うん。うん。ちょっと好きなりだった。可愛かった。むちゃくちゃ可愛かった。めちゃめちゃ可愛かった。可愛いらしい。うん。ま、もちろんのこと、個人名はわかんないですけど、はい。だけど、調べました。あ、調べたんですかはい。え、さ、佐野くん。 佐野君。サノ君とはい。タイプ。えっと。草間君。草間君。リチャード君。あ、リチャード君。リチャード君と、はい。リチャード君と佐野君。はい。高青年ですね。はい。はい。もう一緒にやったらいいですよ、これからパーソナリティは。仲良く。4人で。うん。うん。いいよ、いいよ。ほんまに、ほんまにいい子でしたね。結構、うちの前じゃ、その、野く君な。座り順、もう言うてる。爽やかでしたね。でもなんか、その、 わら削りの時から見てましたって言われて、うん、小学校ぐらいでしたって言われた時に弾いた。弾きましたね。あはい、ちゃんと弾きましたね。はい、そこで一回弾いて。ああ、でもちょっと、大阪で収録というか、うん、いいね、うん。8年前ですよね。笑削りって。ああ、そうか。8年前で小学生っていうことはまあ、うんうん、まあでもそっか、それでも20歳になるか。 マックス二十歳になるわな。その時小6やったら、まあ二十歳にはなり得るもんね。そうそうそう。最悪やな。うん。いやでも会えたから。うん。うん。何にも別に見てました以降は言ってないけどな。まあな、その好きやったとか、面白かったとかは。すごい、あの、荒削りの頃から見てて、すっごい鼻についてました。可能性もある、あるけど、っていう可能性もなくはないわな。うん。でもそんなやったらわざわざ挨拶してくれへんやん。 そうですね。おうんう,うん。うん、あ、いや、意外ととか言う人おるやんか、なになに芸能界でさ。あ、あ,<ー>あったら意外と、その大丈夫なんだって。ああ<ー>、草、草やと思ってたけど、うん、意外と陰るね、みたいなタイプ。小学校は、あれが、その全てやと思ってるやん、そんな。 そのテレビの人って。うん、裏あるんやって分かるんかな。分かってくるよね。<laughs> 多分ね。でもまあ、向こうの方が下手しい先輩の可能性もない。うん、小学校の頃からって言ってたけど、もう、もしかしたら、ね、ジャニーズ入ってる可能性があるやん。まあ、それは、そうか。うん。まあ、それはそれでいいか。うん。でも、ジャニーズ、ジュニアやし。ジュニア <laughs>。<laughs> <laughs> そこなんやねジュ。ジュニアやからな。<laughs> あ、パニャニャンが、ええって10代いないんだよって言ってた。あ、 そっか、じゃあみんなが、頑張ってんねや。はあ、なるほどね。リチャード27歳やとあ、そう若手面してたな。してたああ。確かにな。挨拶、挨拶が、ちょっと、血に足ついて挨拶してたもんな。うん。そういえばな。ええ。そのくんは2016年入所。お。で、8年目、あ、後輩後輩よかった。あ、よかったよかったよかった。あ、よかった。うん。あるからな、ジャニーズは。そういうことがね。そうか。うん。どういうテンションでやってるんですかね。 うん、あ初めての挨拶したな。あの、あ<何>、どうも、木曜日ですっていう。ああ主語が曜日になるのああ、どうも、木曜日です。いい挨拶やなっていう感じがしましたね。ねうんはい、ここでやってんねやね。そうや。うん、いや、大阪帰ってきてる感、うちはめちゃめちゃあるけど。<laughs> 今日はね、なんか、うん、わざとその大阪感を煽るためか知らんけどさ、うん、前回も、 最後に来たんいつでしたっけ紅しょうがの時かハインリッシュさんのとハインリッシュさんかあのゲストで来ていただいた時もうん、うん、まあはい、はい、大阪公演のあとやったのかなでまあここに来てたけどさ、はい、前回も多分なんか打ち合わせのその椅子のところにテレビがあって。うんうんうん なんか、阪神の試合を流してくんねやん。流してくるって悩んでな流してくるじゃおっさんのさ、おっさんのパーソナリティやったら、その、段取りセットがあるじゃないですか。多分ね。この、この人にはこれ置かなあかんとか、多分あるんでしょうよ。この人はこのコーヒーが好きとかってね、スタッフさんが気使っていただいてね。っていう中に、多分、阪神の試合どないなってねんって言う人もおると思う。その人が来るまでに、まあ、あの、テレビつけといてみたいな。あるかもしれないけど、なんか置かなきゃうちらもいい。 したらなんかいつもなんかあの阪神の試合やってて、うん、な誰の配慮なんて <laughs> <laughs> 何対何って言いながら私入ってきてるかなと思って <laughs> い,それいつもつけてるんじゃない <laughs>、うん、い,つもあいつもつけてるのかなうん、うん、の割には誰もお相手もないしなその,あの今さっきヒーローインタビューみたいなやつだけどそうそうで見てもせんしな、うん、いやそうそう,そうだから、うん、そのやってるから、うん、MBS でね いややそうやねねんけど、ね、<ー>その誰も別に気にしてもないからさええー、でええと思う何でけど <laughs> なんなんそれやつけんなってことつけんなっていうかまあ、うん、なんか別にあ私,ら私らの喜ばせセットみたいな感じでいつもなんかついてるなと思っててうん全然でも阪神好きやん,なんまあ阪神よね藤本な好きやったらうんもういつの話 <laughs> それこそいつの話 <laughs> はよ早にも引退してるん、ね、あそうなんそうそうそうびっくりするわやっぱ 結婚した時な。ひっくり返ったけどな。あれでも25歳やったからな、藤本。若かったな。え、藤本のこと好きすぎて、藤本が結婚してひっくり返ったんえ、そうやえ, <laughs> え普通そうやで、ね。リア子やったん。リア子っていうか、<laughs> なんか、あ、そういうことって、なんか地続きなんやと思って。あのー、どういうことどういうことそういう風にさ、そのテレビとか出てる人っていう。あうん、まあ、あんまり当時もその、野球選手、 そう芸能人もそんんな別にに変われへんやちちっちゃい見てて「あ結婚とかすんのや」え「えなんかよく分かれへんくなったな野球選手のこと」うんいや「するとは思ってたけど<ー>えなんかえ野球のことばっかり考えてんのじゃないの?」か「そうかそうかああ<ー>そっか」うかっていうなるほどね むちゃくちゃ綺麗人とね。あ、そう。あ、そっかそっかって思った記憶がありますね、当時ね。うん。早かったんでね、今、今考えたら。25歳。25歳で結婚してね、みんな基本アナウンサー行くとか言って。やな。みやま、その言葉そのまま返す。マジやな。こなたらが A マストもひっくり返ったけどなって。ほんまそうやでな。ほんまそうやでもあれやな、お笑いにな、集中したいからな、隠しててんな。な、ええてるて当事者じゃないみたいにな。な、じゃないね <laughs> さあそれではね、はいえー、大阪の茶屋町から、えー、生配信で収録しております、はい、参りましょう MBS ヤンングタさあ最初からねえっ、ー、と単独ライブが始まりましてですね、はい、あ今日すごい皆さん「ヤングターン」って一緒に言ってくれてますねあこんないつも言ってる?「ヤングターン」の瞬間に見てなかったけどみんな言ってくれてたんですね 凱旋公園といいますか今日は初めての会場でしたからエルシアターですエルシアターなんですよね天満橋天橋ですよに降り立ちましてね聞いたことない誰も結構聞いたの私今回ツアーを回らせてもらうっていうので大阪公演やってるやつもいるやんか芸人では。 で大阪ってどこやるんですかってまあ基本、吉本じゃない人、まあ、ABC ホールが多かったりして、はい、L シアターってってどこですか、うん、みたいな、まあ、結構みんな知らんくて。うん 福岡はどこでやるんですかあっそや K プロの浜ちゃんと喋ってた時に思ったケー K プロも結構もう遠征行ってるやん名古屋もやってるし福岡も大阪も遠征でライブやってるからまあ大体の会場は把握してますよという感じでどこでやるんですかエルシアターシアタ福岡どこでやるんです西鉄オール西鉄オール名古屋名古屋どこですかいや東文化えほんまですか <laughs> なんでですかやんな <laughs> ほんまですかみたいな <laughs> ねえなんかあの会場選びにどういう会議があったんでしょうか確かにね面白いねだからもうほんま緊張するよなどこも、うん、って思っちゃう声の感じとかもねもう緊張してちょっと感じちゃったーいやー緊張したからなの <laughs> 来てますよ。平安貴族。はい、ええー、かのさん、村上さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。そして、単独、大阪公演、ええー、お疲れ様でした。<い>ええー、人生初めての生で見るエンマスのお二人に、ただただ感動したし、はい、何よりとても楽しくて幸せ空間でした。<い>これからも応援しています。また、絶対ライブ行く。っていうことです、ね。行 <laughs> <い>く <laughs> ね。うん、お二人とか言うてんのに最後、テンション上がって、行く青ですね。平安貴族のくせに。<laughs> えー、ラジオネーム、早生まれ鳥。早 <laughs> 生まれ鳥えー、本日、えー、7月11日、初めてのお笑い、<う>初めての A マッソを見に行きました。ありがとう。A マッソは存在していました。えー、一人で見に行ったのに、隣も気にせずたくさん笑うことができました。うん、今日一番話した時間は、マイアンツさんとの写真撮影でした。<お>とても楽しかったです。明日からも夏を頑張りたいと思います。<laughs> 初めてのお笑いって、その、お笑いが ライブじゃなくて、お笑いが、お笑いが、初めて,初めて触れ合ったお笑い。初めて、えーっと、大隔膜を揺らしたということ、認識でいいんですかね。<laughs> <laughs> お笑いとして認識してくれたら確かにね初めてのお使いみたいにって言ってますねお笑いライブがね初めてなんですかね18歳の方ですってありがたいですよねまあどこでも言ってますけどやっぱ「えまっソからではないんですよねまあまあって思ってんけどまあ誰からがじゃあ納得すんねんって言われたらちょっと分かれへんよね そんなん言ったらさら、うん、こ,れこの人からやでっていう正解なんて意外となかったりすんのかねもっと上の人なんかなあー単独ライブでそうそうそうでも上の人はさもう売れてはるから、うん、テレビで見,見るから、うん、なんかライブ行こうっていうのとまたちょっと遠いんじゃないかなって思うねんけどな,なサンドさんとかサンドさんとか 1> あ、まあ、m 1で優勝した人の生で見たいみたいな感じで単独ライブに行くっていう。うんはい ことかな単独からっていうのが、まず<う>、<laughs> ダウンタウンやろうって怖 <laughs> <laughs> 怖ダウンタウンではなくない絶対違う。<laughs> 今、ダウンタウンの単独ないでしょ。<laughs> <laughs> <laughs> もう、還暦を迎え張りますからね。ねすごいですよね。うん、誰からなんやろうなとは思いますけども、まあ、ありがたいですよね。ねなんか、今日、本当に大阪っぽくないなと思ってんけど、エンディングで、<laughs> うんうん ね、たくさん来てもらったんですけどエンディングでちょっと早かったから時間がねうん、うん、まあ喋ろうかなと思って「ああ初めて来た人」とか言って「まあ何結構な人数手やがって初めてなんや」っつって「まあ、時間しもなんか話あるやつおる?」とか言って「うん、なんか誰か一人喋っていいよ」って言って「うん、1> 誰一人手上げへんのな、うん、大阪ってそうなん?」と思って「うん、はいはいはい!」じゃないのなんか勝手に喋ってる時あったよななんか。 いつかの単独かなんかの時。あ、大阪でなんかなかった勝手に勝手に喋ってた時なかったあ、そうなんや。喋ってたっけなんかね、なんかひ、こう、一人で来てた人が多かったのかなあ、どうなんやろ。友達同士で二人三人とかで来てたら、まあ結構ね、はしゃいでくれたりするやろうけど。かも知ってて、これまた喋ったりしたら、どうせ加納さんが。 シゃレなーってやるっていうパターン、パターンやってなって。うん、手げだもうこれもう、もうちょっとみんな飽き飽きしてて。いやそ、<laughs> いやそれはもうあの猪木のビンタですから。<laughs> 自分で言うのもあれですけど、猪木のビンタ、私の喋るのは猪木のビンタですから。でも、まあ、遊楽町ね、ヤンタンの、うん、 イベントやって、ライブの時に。うんうん、で、まあ軍団対決って言って、うんうん、実際に舞台上で、そのリサーの人と戦うみたいな。うんうん、じゃあ、あの、舞台上に出たいやつって言って。うん、で、えっ、ー、と、まあ3人ずつ選ぶと、加納軍団と、村上軍団で、まあ3人ずつ、まあ選ぶって言って、3人ずつ選んだのに、うん、舞台上に4人おったかな、ね。<laughs> ぐらいの、だからイメージを買って、勝手なやつが何人かあるんで。何人おんねん、誰や呼ばれてないのに。はいはいはいとかってんな。あれぐらいの感じで来てくれて、もういいの。あれぐらいの調子を乗ってほしいのに。でもなんか分かりにくかったな。黒いマスクのって言ったら黒いマスクが何人か最初来て。いや、一回確度でおえちゃうみたいになって。でもええわ、ならもうこの子もおりとか言って三3対4だった軍団対決やった時があって。でもあれぐらいの感じな。 そうそうそうあココナッツ手あげたの誰にも気づかれずしたあそうなんやごめんごめん気づかんかったそうかもっとはいってやってくれたらよかったよねうんちやまゆい名古屋で対戦お願いします対戦って言ってるやん対戦じゃあかまそか最後いやでも明日はなんかこう天の邪悪なところがありますから名古屋で いや、明日もね、手あげるなって言ってるやつ。うん、ああ、明日いますけども、えー、どうなんでしょうかね、明日は。降るかどうか分かりませんね。明日の、雰囲気でな、ね。雰囲気でね。やらしてもらうか。確かに。そうですね。う,ん、うん、なんか、何歳から調子乗らんくなんのかないや <laughs> 乗るんちゃうまだ、うちらの年代は乗れるよな。乗れるっていうか、乗ってるやつは乗ってない。はいはい。最ういや、乗ってるっていうか、うん、乗れるというか、うん、大阪の人やったら。ね 全然ねやってくれたらよかったんですけどうち昨日買い物行ってんけどさあのお昼大阪でああ帰ってきてたんやそう昨日帰ってきてて昨日1人で映画見に行って買い物してでメイクをいこうとクッキー作りしてんけどうんああいいですね最高やろ最高の一日を過ごしててんけどお昼間なんか帽子持っていくん忘れてから帽子を忘れたし日差しめっちゃ強かったから帽子いるわと思って前日からもうどこだやってるやん どこだしてるもうすごいなええ気持ちがえ、それを言いたかったわけじゃない帽子やらせてもらいました帽子探してもら探してもら気づいてなかったびっくりした普通に買いに行った買いに行くらよどこだトークかなと思ったらでそうキューズモールに買いに行ったの買いに行った手の字の「アポロ」で映画見るってなってたからで その見るってなってた自分の中でや、自分の中ででいいよ。見るってなってて、うん見るってなっててアポロで、でまチケット取って暑かったからもう帽子買いに行かなってなって、でその帽子キューズモール見に行って、でその何店舗かバーって回って、でいいやつパッパッパって見てその候補その選んでたの、でまた最初の店舗に戻った時に。 なんか店員さんに「おかえりなさい」って言われてあまあね <laughs>、うん、ほんまに欲しいやつが一応目星つけてキープみたいな感じでなうん、うん、さっきもなんか着張りましたよね「うん、におてはりますよ」って言われて <laughs> <laughs> 稲田ですかイベニシオガの稲田いやいや稲田おっためっちゃ関西の人やなと思って「におてはりますよ」みたいな「うんうん、今日のこうこうでとこうでと」こうで なんかこうでと、みたいな、発音がすごい大阪やって、こうでと、めっちゃあっ高卒のことや。こう今日のこうでと、めっちゃああ、におてます、みたいな言われて、もうなんか、すごい、なんか、えやっぱにおてますかみたいな、うちももう言うて。テンション上がってきて、上がってきて。乗せられてねめっちゃええですやん、みたいな。めっちゃええですやん、みたいな。あかんて言えへんな、そんな。一回くるっと回ってください、みたいな、言一回くるとお前が回って。 お前が回り回るやな。<laughs> なんでこっちが回るなあかんねんか <laughs> ああ、もう全方位からええですよ、みたいな言われて、うん。多分やけどな。めっちゃ厳密に言うと、180でいけるやな。そんな右側と左側がそ違うことなくない <laughs> 後ろと前だけ見たらええやん。180でいいはずやねんけど。うん、わーってなって、なんかもう二人で結構喋って。うん、で、何歳ぐらいの人いや、多分同世代やねん。 ああ。あでも、この世代で、アパレルで、あ、結構こんな感じでガッツリ来る人多いんやと思って、年代的には、あ、まだはしゃげるというか、年代なんかなって思って、で、そこで買わんかったんやけど。買わんかったんかい。それさ、もう、まーらされるとこまで行ってさ、におってはりますよをさ、どうやって買わしたんで、ちょっと一っぺん。あの、これ、今、 テンション上がってもうて、うん、普通に買いそう、買いそうになったんですけど。うん ちょっと一回、うん、もう一回くるって回ってきていいですかって言ってどっちをくるって回ってきていいですかって <laughs> 何かく見せてそうそうそう自分じゃないで自分じゃないよ <laughs> もう一周とかやろくるっと回ってきてはそこの店の回転やろ <laughs>、ま、店をね店もちょっともうちょっと見たいんで、うん、今ここ今ややこしいから回るが<ー>、うん、で回って、うん、次の店で買った次の店で、うん ああ、待、ま、った待、ま、っあるよね、言うよね。うん。私さ、これあのー、もう絶対バレてるやろうなと思いながらも、絶対言ってまうんが、うんうん、あの、この店って何時までですかって、<laughs> その悩んで、絶対また何かあったら帰ってきますの感じで、うん、ここの店って何時までですかって聞いてまうんねんけど、うんうん、あれって絶対バレてるやなと思んないうなえ、儲けへんな。儲け、OK、へんくせにっていう、うん、ああ、つってまた。 考えますみたいな。まあまあ、頭使ってないときは、考えますって言って。まあ結構、なんかさ、買う、買おうか悩む、やめるってさ、3段階のようで、そのプッシュとか、そのとき、あと人押しとか、テンションとか腹の減り具合、トイレ行きたいかどうかとかで、意外と、まあデぐらい本番あるやん。買うか、とか。 もしかしたらもう一回帰ってくるとかっていう時に、なんか、なんか一応、まあ、何時までやってますっていうのは一回、それ、朝方でも。めちゃめちゃ朝方やってる朝では無理や。無理やったから、ちょっともうちょっと見回ってみます私ほんで、朝帽子はミン。朝の日差しも強いから、買わなあかんやろ。そう。だけど、一個買ったらもうスイッチ入ってめっちゃ買うみたいなんないあるある、青みたいな。青みたいに買った。昨日。昨日も昨日。帽子を <laughs> い,いえ,え。帽子じゃなくて。帽子じゃなくて。うん。キューズモールでキューズモールと、ミヨ。ミオミオミオ <laughs> <laughs> ごめんなさいと、ハルカス。ハ <laughs> ルカスはもう思い入れがないから。あ、ないねん。東京行ってからの子やからう。うん。うーん。 そうやな。ハルカスになんか吉本の劇場があったみたいやね。あ、上に今はどうもうないからへんけど、なんかなんていう劇場やったっけな、ね。いわゆるこう、吉本の東京でいう大宮みたいな位置づけで、ちょっと芸歴いった人が出るような、なんか劇場があったっていうのは、なんかちょっとうっすら覚えてんのよ。高い、うん、高いとこにある劇場じゃん。ねえ、面白いんだけど、どうしたのあれ、スタオベじゃないのが不思議ですね。 たっかい、たっかい劇場って言って、聞こえてへんのか。ブースの外は。はいはいはい、劇場ちゃ <laughs> あ、な、なんで2個目行くの <laughs> 2>, ?2 個目行くのは違うぞ。1個褒めたからといって。<laughs> あ、じゃあ、順番交代にする <laughs> しないですよ。しない,です,かしないんですけどね。<laughs> さあ、ということで、単独ライブでございますよ。はい、まだ、えっ、ー、と、明日も、えー、残っておりますし、えっ、ー、とね、名古屋。 えー、福岡回らせてもらいます。えー、名古屋福岡はちょっと完売したんですけども、明日もまた当日券があるということで。うん。で、これね、もうほんま言いますけど、大阪だけ人気がないわけじゃないんですよ。大阪のね、はい、その L シアターがね。 バカでかいんですよ。えー、本当にでかいんですよ。a b c ホールだったら4回ぐらい回せるところで <laughs> ご,ご,ございます、ね。<laughs> それをいうことで何回やねんな。<laughs> いやもうバレてるななんねん。何回やねんな。いバレてんねんってもうその当日券を永遠販売してるっていうね。そして、えー、7月28日から30日東京日経ホールローソンチケット、はい、ピアニティ発売中、えー、グッズも。えー、そしてですね、配信がね、えー、決定したんですよね。29日。二十九日の。十九日の、えー、っと、7時。 うん、夜公演に、えっ、ー、と、配信が、生配信が決まりましたので、もううちらはそこに向けて全力でその喉ケアですかはい。いや、ほんまになんかできないんですかね喉だけ取って。一回それ。喉だけ取りたいよね。うん。休ん、休んでる間にさ。まああの、体も休んでるけど、うん、なんかこう湿度とかもね、喉に最適かどうか分かれへんから、うん、そこだけポコって喉外してさ、なんか、 ポケモンセンターみたいなさじゃないけどなんかメディカルセンターみたいなところに喉だけ入れてさつけたいなんか人間って不備が出るからさそこがなんかいいよねいいんですかえいいっていうの不備が出るから人間らしさっていうの出るよねああでもまあ単独ライブさまあいつかあったとしたらさ不備は三百0後の三百六十日にしてほしいっていうかさでもそれでもさやっぱり人間ってさその 元気だったり、うん、元気じゃなかったりとかでさ、うん、そのいいよね、うん、ちょっと着地がよくわか, <laughs> からないんですけど、<laughs> まあもちろんね、<laughs> その、まあ別に否,否定してるっていう感じ,じなんですけどね、うん,うん。うん、不備を許すなとは言ってないんですけど、まあまあね、それね。<laughs> <laughs> まあ、あの、まだチケットがあるということで、はい、はい、ということでございます。来てね、ラジオ、来てね。<laughs> ラジオトークでも生配信しております。ええー、と、コメントもお待ちしております。ツイッターのコメントも拾っていきます。ハッシュタグ言えます。やんたんで、これどうなっていくんですか。その、ツイッターを当たり前のように、今やってますけども。ツイッターもね、もう、イーロンが暴れておりますから。何でしたっけ、新しいやつ。ええー、インスタと、えー、連動のやつ。つ スレッズですかスレッズ。でも募集しております、みたいなことが言い出しかねないですよね、今後もね。えー、えなんか見れへんくなったんやんけなんかね、あのニュースでやってましたよね、ずっと。うん。うん私、ネットニュースでも笑っちゃってんけど、うん、なんかその、ツイッターが読み込めない事態になっておるみたいな、はい、ネットニュース上がってて、うんうん、で、そのネットニュースを見たんやんか。でそしたら、CNN のそのニュースの人が、 まあ、ツイッターに問い合わせたと。うんうん、今事態はどうなっておりますかっていうのの,の記事が出ててんけど、はい、その CNS がツイッター社に問い合わせたところ、うん、うんちの絵文字が返ってきたって <laughs> 書いててさ、<laughs> ネットニュースやで。すごくないすごいな。いや、アメリカやなぁと思ったわ。うんちの絵文字が返って,返ってきた。うん、うんちの絵文字だけが返ってきたって <laughs> ツイッター社からやで、ね。<laughs> すごい。いや、でもさ、なんかそういう子、ヤガー社やもん。ああ、もう、もう、こっちはこっちでやってまんねん、みたいなこと。なんかなんか、<laughs> んか日本の、その、なんか、芸能事務所に問い合わせたところって、回答が得られなかったか、なんかまた、あの、記者会見で説明しますとか、なんか、まあ、3つぐらいのパターンがあるやんか。うん 無視はあるけどそのうんちの絵文字が返ってきたっていうのなんかなかなかないでツイッターなんかまあでかい会社やろでそれしていいっていうのはさあのんか一個なちょっとやってほしいよなあのでかい日本の企業になった時にさ何でお前に説明せなあかんねてうんちの絵文字でそのネットニュースも面白くねんうんちの絵文字が返ってくる ううんちっていうのな面白いなって <laughs> やめてみんなラジオトークでうんちのスタンプを押すのやめてください。えー、やめてください。事務所通してくださいはいじってますよね、私のこと。ねえ、やめてくださいよ。さあ、それではですね、今のところはまあ、はい、まだ、えっ、ー、と、何でしたっけ、スレッズは。 あの使ってないのでねヤンタンはラジオトークとまあハッシュタグエまマソヤンタンスレッズはハッシュタグで検索できないねんてへえー、じゃああかんやんか<う>使われへんでやじゃあ今まあまあこっからでもそのうちアップデートすぐするでしょう<う>今はなった今創世記やろうからっこっから新機能なんかもうここ1か月以内でバンバン入ってくるでしょうしね、うん、でハルカスの、うん、あの劇場の考えてないであの えー、ハイステージ吉本。ハイステージ吉本。そんなに変わらないんかい。どうからず。どうからずなんか、<laughs> ハイが入ってくるんかい。さあ、はい、ええー、そして、ええ古来インシエからあります。メール。メール、ね、メールはね、もう引き続き。メールできたらええで。メールをやっていけます。ああうんちのスタンプいっぱい押すのやめてください、皆さん。 えー、メールアドレスお願いします。はい、メールアドレスは AA、aa.mbs.1179.com。aa.mbs.1179.com です。それでは、ここで一曲お聴きください。ステディアンドコーで、春夏秋冬。この番組は、反省度合いで対応変化、時間が空いてやらやってやる、鍵のトラブル専門店、インキー処理班お姉さんの提供でお送りしません。 連続クイズ「検索ドーン」って5回言って「検索ドーン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 」あなたの店舗の集客数ドーンと上げるのは検索ドーン正解検索ドーンで検索メガネ市場梅田茶山地点のオープンを記念して7月16日に「サンデーライブ e 5 e ショ賞」の公開生放送を実施会場は MBS1 回チャプラステージゲストにはメガネ芸人のバイク川崎バイクヘンダーソンセルナイトスパが登場入場料は無料詳しくはホームページまで浜村淳ですお墓の八代がお葬式始めました八代のお葬式は親切丁寧明瞭会計事前相談受付中お問い合わせは0120140-8461は八代へ 我がが社の名前が知られていませんなんなじゃとこうなったらラジオで我が社のことを広く轟かせましょうぞそれじゃその手じゃラジオ CM なら MBS 企画にお任せを MBS 企画で検索じゃおじいちゃん今だから言うのですがおばあちゃんが亡くなってしまった時に。 送り人さんから「最後拭いてあげてください」とガーゼをいただきましたがおじいちゃんは真っ先に自分のおでこを拭いていましたおじいちゃんがプライドを高いのは家族のみんなしていたので優しさでみんな何も言いませんでしたがあれは間違っていますおじいちゃんは今体調も悪く施設に入っていますが どこでとは言いませんがおばあちゃんにこの先必ず会える時が来ると思いますその時は真っ先にそのことを謝ってあげてください ラジオを通して伝えたい人に伝言を伝えるヤンタン伝言マン。先ほどのジングは、ラジオネームタカティンの伝言でございまして。いや、でもなんか、これを言うっていうタカティンが優しかったりするけどね。うん、こういうのを覚えてるっていうのがね。うん、いや、ちょっと、たどたどしくて、よ、うん、かったよ、ね、好感が持ってますよね。うん それはなんかお先にお肉拭くのがプライド高いからは <laughs> さておきね。でもまあ、ずっとおじいちゃんおばあちゃんになるまで添い遂げてるわけじゃないですか。おうおうやったらもっとあるって。<laughs> あったら言わなあかんこと。<laughs> まずこれじゃない山ほどあるよ。そのおばあちゃんからしたらこんな可愛いもんやという事件が多分たくさんありますけどな。<う>な <laughs> うん。なんか男の子なんか珍しいね。うん、あんまり聞けなかった気がしたけどね。 うん意味ないこと嫌いなんかな <laughs> 男の子って。言うてもうたら。<laughs> <laughs> 男って意味ないこと嫌いなんですかね。<laughs> さあ、えー、っと、はい、A マスのヤングタイン MBS ラジオでお送りしておりますが、はい、ここで特別企画に参りたいと思います。大阪収録特別企画、A マスソお友達大作戦あの頃。 <laughs> えー、アメトーーク学生時代の友達とコンビ組んでる芸人にて友達相方の割合が2080だと衝撃の発言をしています衝撃,い衝撃でもないや加納は YouTube 個人チャンネル立ち上げ、えー、小説エッセイ結構にお忙しい、えー、村上は太ってひずってちょっと,っと痩せてはピザ食べて <laughs> <laughs> このままでは <laughs> ビジネスパートナーはまっしぐらヤンタン木曜日全スタッフが同時にこう叫んだ、えー、私たちが見たいのはあの時のアイコピンアイピーと呼び合うええ そう、サダノさん、そこで <laughs> 地元大阪で学生時代の共通エピソード掘り起こし、この日だけは友達100%バーの可能村上に戻ろうという一大プロジェクト、それが A マスお友達大作戦。えー、っと、今、台本読みましたが、我々、うんえー、は本当に何をするか聞かされておりません。はい えー、まあ、リサーチ不足でもあるしね。アイコピンはもう、フワちゃんが言ってるだけのことでございますからね。ええー、何ですかお友達ボックスと書かれた抽選箱がありまして、引いた項目をやっていき、お友達になっていくみたい。なっていくって <laughs> <laughs> こんなん待ち込んでやってくださいよ。<laughs> こんな企画は。お友達になっていく企画は。<laughs> ええー、じゃあ早速引いていったらいいんですかくじがありますので。新鮮な気持ちになれるんですかこれは。どうなんですかね、うん じゃあちょっと引きますね。はい、まずはこちら。えー、リスナー大作戦はい。リスナーから友達に戻る作戦を募集しました。はい、実際できることをやっていきましょう。はい、ということで、これは何ですかね。メールをどんどん読んでいく。はい。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。ラジオネーム、彼女はちゃん3丁目。えー、ます、あ。 ファンになっっっててからずとと思っていることがあります、えー、お互いの呼び方があまりにも殺伐としたオフィスの先輩後輩すぎませんか二 <laughs> 人が、二人を見てると仲良いのは伝わりますが、うんえー、片や村上、片や加納さん、違和感がすごいので、この際、IP、うん、アイコピンに変えちゃってください <laughs>。あのー、まあ、一個、うん、言いますけども、村上のお母さんだけはずっとアイコピーって言ってます。アイコピーね。アイコピーです。アイコピーは、うん、 どういうつもりなんでしょうかねあ、なんか娘が IP やから、ややじゃあその相方もピーつけとかなあかんなって、その恐ろ,恐ろしとかなあかんなや。二個一しとかなあかんなや。あや <laughs> アアーがまずおったからさ。あや P おって。伝達が仲良かったからな。IP ヤピ,ピーやったんですけどもね。あや P。その、私、酔たれたらしてピー欲しいなって思ったことはない。<laughs> ないんですけど、ね。だけど、あだ名欲しかった頃はない。その転校してきて。結構全員が、うん、えー、カノーさんか、あや子やったんや。 カノオさんは逆に、あの、転校してきた時はおらんかったけどね。アイコやったけどね。あ、そううん。3年、4年の時は。なんでうちにカノオさんなんやろ <laughs> わかりません。あや<れ>ぴーが言ったからちゃう。カノオさんってあやぴーがえ,えとこの子やから、ちゃんとのさん付けで呼ばなあかんという。ほね、うちは人の言うことを真似するだけの人間なので、<laughs> やっぱり。<laughs> せめて、やったのでって言うて。今もなお。怖いから。 やったのでっていう、言うてほしいんですけどね。<laughs> これはちょっと難しいです。急にね、言われてもしょうがない。そう、うちはもうちょっと加納さんやから、うん、ちょっと、アイコピンとはよう言わんというか。よう言わんですね。まあ、フワちゃんのアイコピンも許してないしな。うん、<laughs> <laughs> やかましいわ、ですからね。not friend! <お> not friend! not friend! どこで拾ってきたんだこれはじゃあ、キャッカというす。もっと、これ聞きたいから、いっぱいやりたいわ。じゃあ、で、ちょっと待って、キャッカちょっと待って、じゃないよね。もっとフレーンズ。もっとフレーンズ、いいですね。これフレーンズ聞きたいなフレーンズはどうなるんやろうか。あ、まみちゃんなのまみちゃんの声だ。フレかわいい、めっちゃ。もうまみちゃん関西で一番の何でもややん。 <laughs> さあ、続きまして、ラジオネーム、シャニカマ。カノさんアイピー、おはー。はーえ、これまでやんたんで、バスキブの先輩のアイコアイピー、おもろいことやってやとか、担任の先生のヤブーちシャツとか、同級生しかわからんモノマネやってたやんか。他にも覚えてる同級生のモノマネやったら久々に聞かしてやほな、万代家で待ってるね。<laughs> <laughs> じゃあお前も誰誰だとね初めてうちらがネタ合わせしてた公演ね万代ダケ公演ね誰かいますかものまねえものまね1回でも YouTube の企画でこのやつといえばっていうエピソードトークお互い答えるっていうやつがあってんけど村上がもうマジで何にも覚えて覚えてなかったよねああ なんか。口癖うん。こんな盛り上がらない。<laughs> <laughs> だから、あの、前、ちょっと話してたんは、うん、あの、パッチョパッチョ,パッチョのものまねをさ、パッチョ,パッチョのものまねしてたよね。カノさん、頑張ってる <laughs> 大変な。<laughs> 頑張ってんな。<laughs> これ大きな手柄のパッチョやけど 大きな手柄のパッチョ。知らんわ、そのパッチョ。じゃあ。地元の、あの、ロイヤルホストで、私がもうネタ書いてたのね、まだ大阪時代の時に。なの地元やから、そのパッチョがよく来てて、で、まあ、働いてたんやったっけな、パッチョが。ああ、そのロイヤルホストで働いてて、パッチョもなんか役者目指してると。なんか、あの、お芝居をやってたのか、なんかやってるって言って、なんか勝手にそのシンパシーみたいな感じで、カ女さん頑張ってんな。俺も頑張らなあかんな。 みたいな感じでずっとうっとしまう。ええやつやねん。ええ <laughs>、うん、やつやねんけど、うん、ま、そのテンションでずっと来てて、うん、なんかちょっと、こう私が東京来て、ちょこちょこま、お仕事させてもらえるようになったっていう時になんか電話かかってくんね、パチから。うん、全然だからなかったんやで、ね。うんうん、電話かかってきて、見たで、カノさん。あ <laughs>、はい、頑張ってんな。いやー、ほんま、カノさんも村並さんもすごいなあ、僕も頑張らなあかんわ。って言うと、気にななんなあ、いつまで、ね。 <laughs> あいつななんんや <laughs> え、これは、じゃあ、もう <laughs> え。え、ね、いやは、ものまね。わかんないですね。他は。もっと古いな。んでな。なんさな。え、わかるよだって、ってうち、ファッチョなんか会ったことないよ。会 <laughs> ったことひどいな。あったこと っって言ったんやんパッチョ泣くでそれはパッチョ,ッチョカノ野さんのこと好きすぎて、うん、その周りにおる女の子全員見えてなかったと思う、ね、<laughs> カノ野さんしかもう見えてなかったと思うね <laughs> そんなことはないですよ「<laughs> えー、ラジオネーム新太古田、えー、替え歌ジングルよろしく学生時代に2人で歌ってた替え歌メドレーを聴かせてください」。替え歌メドレーね いや、でもほんま、あの、ロックな歌、さっきの、あの、study アンドコーの瞬間周到で、<な>やつで。うん。それぐらいそれぐらいですよね。うん、クソみたいな。うん。な、なんでしたっけちんこは流れて、<laughs> へ<ー> <laughs> 過ぎ去りし、日々よちょっと待って。ちょ <laughs> <laughs> っと待ほんまに、ほんまにひどいし。なんか、ちんこ流れるより <laughs>。 すぎさりしい日々をがおもろかった。<laughs> なんですぎさん、そこんでま,んま最初の歌はもう小学生やから。ほんまはね、季節は流れて、へえや,やけど、そこを人工にすることによって、ちんこはてそこを人工にすることによって、<laughs> なんですぎさりしい日を。すぎさりしい日々が意味わかりませんけど。<laughs> ごめんなさい、これも無理です。 もうんこちゃんの歌はえうんこちゃん、うんこちゃん、うんこちゃん、うんだら、すべて顔にべっちゃりー。これは別にすみじゃないよね。え、住吉みんな、みんな知ってるみんな知らないうんこちゃん、うんこちゃんうんこちゃん、うんだら、すべて顔にべっちゃりー何の歌う歌なのえ、わからへん。え、これ何これ何歌やけこれ元歌何元歌がわからへんやろ私も久しぶりに歌う。 ろくな,な,な,な歌ななろくな歌な、キンキのあれもある。<laughs> 塩味、醤油味、どっちなのって、これ鼻くそ、<ー>鼻くその歌。鼻くその歌。わからないんだから、右から醤油がこぼれた。塩もこぼれそうだ。<laughs> だけど手で押さえたから。め <laughs> っちゃえて <laughs> なんだっけ、その後や。自力で生きられた。<laughs> <laughs> なんでこぼれたらあかんね <laughs> これもマジでさ、元歌どんなん？これなんだ？塩味、醤油味、どっちなの？ってこれどこのキンキ？キンキやんな。キンキのなんの歌？のなんていう歌ですか？これ。えなんや元歌がもう分からん,ことからん。歌が多すぎるのよね。うん。ああ面白い。懐かしいな。これこれぐらいですかね。<laughs> これはちょっと結構歌えたんじゃない？これは結構歌えた。これは友達です。<laughs> Good Friends!、Oh, good Friends! の声もいいなんですよね。うん、さあ、続きまして行きましょう。ラジオネーム、ミーたろ加納さん、村上さん、こんばんは。こんばんは。私のお育った地域のチームギめのグッパーは、グッパで分かれんねんねでした。<laughs> 気持ち悪っ。<laughs> 気持ち悪い。ね,ーねーえー。え、お二人の育った、えー、大都市住吉区はどんな掛け声でしたかものすごく地域性が出るので、えー、お友達100%に戻ってグッパーしてみてください。まあ、でも私転校してるからな、今。どれか分かないけど思ってるやつはどっちグッパーで分かれんねね。これもうブリッコですね。きしょいですね、これ。めっ <laughs> <laughs> ちゃ来てそれが。<laughs> どこの地域ですかえー、セバダバマインディペン。うん、青森は、グッパー、グッパー、グッパッパー。もっと生まれや。もっと。<laughs> <laughs> せばたばマイネビョンって言うんやったらもっとなまれや。意外となまらんのかい。期待してもうたわ、今。<laughs> <う> <laughs> ちょっと何やってみるせーので。せーの。グーっとおっぱ。ですね。グーとくれーん。ぐーとくれーん。ぐーとおっぱやな。なってない。なってない。な そう、ロッタそ <laughs> そこ知らん。そこ知らんわ。グーとオッパー。私は前のが、私、アベノクやったけど、もともとは。アベノクの時は、グーとオッパーで分かれましょうやったの、うん。あ、章の方。分かれましょう。章<ョ>、章の方でしたね。ねうん、ちょっとうちにちょっとちょっと待って、パニャニャンがグーとピーなんだけど。なんでなんでなんでお前はどこやパニャニャン、グーとピー。えちょっと私にお手紙が今来たんですが。はいうん、ええー、はじめまして。うん。 えー、エーマスソ、カノ愛アイコさんの大学時代の友人、カナです。え学生時代同じアパートに住んで、ああ、よっちゃん貧乏区学生を楽しく共に過ごしたりしましたので、マジよにあるエピソードを投稿します。え、すごマジで嬉しいえー、1、うん。えー、夜中のハンバーグ。ああ 当時、先輩と付き合いたてでウキウキだったカノさんは、夜中に私の部屋のチャイムを鳴らし、あったな先輩ってブスな人。やめてやめよ。え、チャイムを鳴らし、もじもじしながら、ハンバーグの作り方でわかる。うわ懐かしいな普段、サバサバ、サバサバ発とした姿からは、ほど遠い可愛らしいトーンで聞いてきました。ああ、一個下のね、 上と下で住んでたのよ。ええー。そう。か、う、の、ん、さんでも恋をすると、彼にハンバーグを食べさせたくなるもんか、と、私までウキウキして、深夜にスーパーに行き、一緒にハンバーグの材料を買った思い出があります。覚えてる覚えてないけど。覚えてないけど、まあ、毎日一緒にいたから。あの、同じアパートやから、<ー>もう、なんかあったよっちゃんちで、絶は、うんね、よ帰りや言うて、うん、あの、ね、寝るだけ自分の部屋に戻るっていう。 生活をしてたからね。よっちゃんが、あの、バイト、セブンかなんかでバイトしてて、私居酒屋やったから、分からんやってんけど、よっちゃんがそのセブンで廃棄をいつも持って帰ってきて、そのアパートもう一人ともらっちゃったの。三人一緒に住んでて、そいつとそのパンをね、郵便受けに配ってくれんのよ。で、その、もら、もらってたっていう時ありましたね。あの、伏見でね。伏見。ワーーズマンション。 ローズハイツね。ローズハイツ。懐かしい。3万五千円。<laughs> <laughs> 安いねー。今考えたら。安,安いですわー。わ。ちょっともう一つ覚えてるエピソードが来てます。うん、何ですかえー、にテスト期間のマクド。はいはいはい。 大学のテスト期間中私たちは一緒に勉強することになり加納、うん、さんは先にマクドに入って待っててくれました、うん、私が着くと賑、えー、やかな夜の店内に一人真剣な面持ちでノートに文字を書き殴っている加納さん、うん、集中力あるなぁとノートを覗くと、うん、そこには後ろの席の JK たちの会話からネタになりそうなワードを拾って <laughs> みっちりと書き込まれていました、えー、教科書は開いてもうなかったですえー覚えてない <laughs> そうなんや。え、もうネタ書いてたまあだから映画の脚本じゃないかな。脚本か。たぶん。あ、映画サークルで。そうそうそう。サークルで一緒やったからね。ああ、うわぁ、懐か、開いてぇささやかなエピソードですが、使える内容があれば。いや、だからそれ、よっちゃんはそれこそ小説の題材にさせてもらったからね。うん。うん。その、よっちゃんとのエピソードをちょっと小説に。うーわ嬉しい。これは、普通に LINE してきてよ。 えー、これからも応援してます。あったかー。そうかー。懐かしいなー。普通に嬉しいわ。こんなんあのこんなん続くのいいな最後まで。めっちゃ嬉しいねんけど。あのさんだけいいなあるよね。ちょっと待って、カンペ見てください。次の作戦 <laughs> うちの友達は誰一人、あの、高校、大学も行きました。はい。私、高校、大学も行きました。はい。こん,ばんは高校で就職するつもりだったんですがうん、うんえ、大学、まだもうちょっと遊びたいということで、大学にも行かせていただきました。うん、え大学でも結構、なんか、おうかしたと思うんですけど、はい、結構友達もいたと思うんですけど、うん、誰一人来てませんか <laughs> 来 <laughs> てないですかあ、でもまあ,まあも、カノンさんも一通やったもんね。一通やったもんね。いや、結構長かったよ。一通にしては濃い内容でしたよ。 あ、そうですか。あの、覚えてんのがさ、その、よっちゃんとのエピソードでさ、あ、のね、あの、いいですか。聞きますよ。っちゃんとのエピソードで、その、私が当時、その、付き合ってた人と、別れた時に、別れた瞬間、あの、なんで好きやったのあんな人っていうパターンってあるじゃないですか。そのパターンはまあ、あるあるであって、なんであんな人好きやったのみたいなとよっちゃんが、最初からじゃがいもや思ってたで、って言ってくれ。 思 <laughs> って言ってくれたんがめっちゃ面白かったでうん <laughs> じゃがいも思ってたで <laughs> <laughs> なんでそのじゃがいも好きよな狩野さんと <laughs> マジでなんかそのいろんなじゃがいものメイクイーンだの男爵だのいろんなじゃがいもの種類いくような, <laughs> ないろんな土地で育て<ー>そう <laughs> <laughs> 次いきますえい、ー、きますえー、続き、えー、答えを合わせろ大作戦答えを合わせろそれは何でしょうか えーえー、友達の頃に戻り答えを合わせろ。出されたお題に二人の答えが合えば友達の割合も戻るはず。ということでございます。うん、これ何でしょうか問題が出るんですかはい。さあ、えっ、ー、と、村上の初デートの場所はお<ー>おお<ー>初デートね。これはせーので言うんですかはい。えー、佐山くんなはずやからな佐 <laughs> 山くん。いきますね。はい、せーの、公園。公園 <laughs> <laughs> そうやんな。<あ>公園やんな。<園>で、辛いチョコ渡してな。辛いチョコ渡して。滑ってな。滑って。<laughs> その次の週に振られた。<laughs> 理由もわからず。ほんで第二ボタン返して <laughs> <や>まだ。まだ入試最後の、いっぱい入試残ってるから、第二ボタン返してやりましたね。<laughs> 付き合うね。<laughs> これは全然大丈夫です。はい、さあ、行きましょう。えー、同級生で一番モテてた女子は どっち小中どっち小中どっちかによりますうーん、じゃあ中でいく中、中ね、中、中。中学の学年でいこう。あ、学年うん、中学の学年でパッと思い浮かぶ人。うん。いくでせーの、まきちゃん。あ、まきちゃん。もっとフレンかおり誰かおりあ、くみくみくみちゃん。 あ、組ね。あ、組ね。かわいいやな、まあ。かわいい。かい,い子の、可愛い,い子はっていうクイズじゃないから。ちょっとモテるとかはわからんかもな。うん、あ、そう<え>クラス違うかったらね。マキちゃん、誰と誰と誰に告白された。炭だ <laughs> とかさ。あ<ー>いや、マキちゃんは、うん、モテてたよ。あ、そっか。うん。そうそうそう。さあ、続きまして行きましょう。えー、中学の時に一番笑ったことは<え>一番笑ったこと ええー、まあ、一個いきます。笑ったこと笑ったこと、まあ、一緒におるときになんか覚えてるやつでいいんじゃないじゃあ。うん、うん。ええー、はい、せーの、坂田さんの。坂田さんの傘ひっくり返した。な <laughs> んでそんなことする <laughs> 坂田さんの傘ひっくり返したときあったやん。なんでそんなことした <laughs> 誰がマコ。ま<ん>こ <laughs> マグが坂田さんの傘ひっくり返したことあってねそれ見て、うん、宇宙はなんか無理やり銅像の上で2人で踊らされた マジで、さ、やらされたんまいやつばっかりやん。ほ <laughs> んまやん。ほんまにすねよと伸びた。<laughs> 銅像の腕でやらされたやつ。<う>あ、じゃあ銅像で、なんか昼休みに、うん、銅像でなんか大喜利せなあかんのそう、銅像で大喜利せなあかんがはい、銅像でやって。はい、銅像乗って大喜利しろっていうのがなんか毎回あって、うん、銅像の上乗って、なんかその銅像の人と、二宮金次郎的な、なんか誰か忘れてきたけど。あ、用、用のな。よう、ね、が。クラーク博士なのか、なんかちょっとわからへんけど、なかかけどまあ。 洋風のおじさんの銅像と抱きついたりなんかよじ登ったりしなあかんっていうのがありましたねええゆう子ですゆうこにやらされましたあそうやそうやそうやほんで呼び出しくらって呼び出しくらって怒られました大喜利しただけなんですけど鹿野さんだけ行ったんやけど一緒に行ったんやけどねえ川辺に怒られましたねそうねありましたね次行きましょうはい ええ、学生時代に加納が起こした感触といえばいや、起こしてないよね。加納さん感触起こした。ない起こし起こしてないです、これは。これはもう、あの、ないカノ加納さんはそんなまだ何も、あの、権限がなかったのない、そんな別に。伸びただったのも別に。ないですよ。じゃあ、え村上が知恵熱を起こしたテストの科目は、せーの、数学。すいませ 数学がむずすぎて知恵熱が出ました。<laughs> しかも一番最初、一年の,一,年の一番最初のやつ。<laughs> なんでマイナスとか出てきたんかがわからんかった。<laughs> ほんで、その勉強する態度が悪いって言ってお兄ちゃんに怒られました。で、泣きました。<laughs> <laughs> <laughs> え次の作戦いきますか、はい、さあ、次の作戦です。えーと、電話大作戦 マジこれって、誰ですか正直もう、は、味しないですよ。えある人とある人と電話をつなげますえー、友達100の頃を取り戻してください誰誰誰じゃあやったらもう全然あれやで、おもんないで。おもんないでそんなはっきり。散々引っ張ります。そんなはっきり言って。はい。誰ですかうん。ちょっと待って。緊張するな。ゲップ出そう。ゲップ出そう <laughs> <れ>もしもーし。<え>もしもし。え、もしかして。えハマモスさんハマモスさんお <laughs> 先輩やハマモス先輩や <laughs> これで分かったええー、<laughs> <laughs> ギャルじゃん <laughs> 嬉しいめっちゃ。ハマモス先輩お久しぶりです。元気元気です。ですこれ声皆様 聞こえてるはい。あのー、バスケ部時代の、中学のバスケ部の一個上の先輩です。はい。うわー、お元気ですか <laughs> え <laughs> 元気ですか元気、めっちゃ元気。あー、嬉しい。え今って、何してるんですかえ、家でずっとラジオ聞いとった。あえー、多分みんな聞いてる。みんな聞いてる。本当ですかレグとかカホも。 ね <laughs> えー、あの、浜本先輩の世代のね、<laughs> 先輩ね。あ,あの、覚えてはるかわかんないんですけど、はい。あの、浜本さんが、あの、はい、まあ、うちらが中1の時で、浜本先輩が中2で、あの、はい、アイビーとアイクおもろいから漫才したらええねんって言ってくれたの覚えてますえ覚えてんない。<laughs> あの、言ってくれたんですよ。<laughs> あの、物質。けの物質がね。今日笑っとったやんな。はい。アホみたいに。な。あの、ずっとな。はい。なんかエピソードないかなと思ってずっと考えてた今日な。はい。一つもないねん。なんでななんでなうちと、お好みで一緒じゃない。そうやね。そう。ほんで、友達にもみんなに聞いたな。うん。一つも出てこんかった。アホばっかりやん。ちょっと。ほんまに。ほんまに。 でもずっと笑ってたよな。いや、そうですよ。ずっと笑ってましたよ。物質の前でね。はい。なんか、ヤギに聞いたらな、一個ずつエピソード出てきてんけどな。はいはいはい。IP はな、ユニクロの時な、はい。鏡にな、半分だけ映してずっと遊んでた言うとった。ちょっと待って、原始人やちょっとユニクロでバイトするまで鏡知らなて見た。 言ってた、言ってた。鏡で遊んでたんですかうん。で、最後はな、真面目にな、生徒会やってな。はいはい。なんか自分の意見がちゃんと相手に伝わらんくて、泣いてたって言ってた。えぇえそんななんか。それだけ。全然覚えてない。そういあれあそうか、ヤギ先輩も生徒会でしたもんね。はははで、あとはなんか木村先輩とヤギの話で盛り上がった。いや、それは、それは興味ないですよ。 誰と誰が何の話で盛り上がってるんですか木村先輩分かる分かります。分かります。はい。怖かったっすよね。怖くないあの、あっあっ遊園地めっちゃおっぱいでかい。ねねあ爆乳の先輩。爆乳の先輩遊園地行った時にさ、はい。チョコミントみたいな服着とったやん。木村先輩ですか木村先輩がチョコミントみたいな昭和な服着とったみたいな服着とった。それ、笑っとったみんなで。 <laughs> <laughs> え、大阪に居張るんですか今住吉おんねん。あ,あ、ええー、で、みんな帰ってきてん。同級生が。あ、そうなんです、ね。あ、じゃあ、あの世代のそのバスケ部の方って会われてるんですね。うん、会ってる会ってる。てる仲いいですね。<laughs> なんで、ジブランと仲悪かったもんね。<laughs> <laughs> めっちゃ、めっちゃ仲悪かったそんなことはないですよ。そんなことはないですけど。確かに、加納さん以外はもう誰とも会わないですけど。二人はめっちゃなんか、みんなに人気やったよな、でもな。いや、人気っていうかまあ、アホな感じやったんですけどもね。でも、強かったもんな。そうです。ちょっと気が強かったんでね、みんなね。あな。なんか一回あの、浜本さん、和歌山行ったんですよね。 あ、行った。行った、行った。なんか、なんで和歌山行くんですかって聞いたら、気分変えよう思ってなって言ってたじゃないですか。何やったあれ何やったんですか、和歌山。でも1年ぐらいで帰ってきちゃった。な、なんで行ったんですか、和歌山。え、なんか、おじいちゃん年いってんやん。はい。<laughs> おじいちゃんって年行くもんですよ <laughs>。<laughs> もうほんま、死んじゃうと思ってな。<ー>もう1年ぐらいで死んでもうわと思ったからな。<laughs> はい あっち行ったらさ、今もまだ生きてんねん。大悟さんじゃないんですよ。ほんまに。今日 IP のおばあちゃん見たで。今日、ちょ、ちょ、ちょ、ちゃちょ、ちょ、ちょ、ち乗ってました。ょ、ち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 ょ、そういつもょ、ち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 ちゃん見っけたらな。 おったー言うてくれるねいつも。何の話やねん。<あ>何ゃ結構何回かおったーが、1年間で結構30回ぐらいはおったーって聞くんですか週間、うん、に1回ぐらい言う。いいどうでもええ、どうでもええ。何の話やねん。あ,ねあのー、うちら、の、活動というか、はい。そのまあ、芸人でやってるっていうのは認識してくれてたんですかえ、め、ね、 超応援してんねん。あ、ほんとですかみんな、やのに、な、エピソードがないから、ほんまにごめんって。ほんまに、こんな応援してんのに、と思って。そうですよね。同じ部活から一応ね。そうそう。出てて。でも、あの、アメトークでさ、ジャイアンって言ってた時さ、あ、うちのことや、思ってさ、はい。ほな、マコでよかった、思って。はジャイアン違いますよ。違います。あ、もう先輩じゃないんですよ。マコちゃんね。そうそうそう。ほんまに。でも、なんかよう、録画してんで。 あ、ほんとですかうん。<り>子供もなんかめっちゃ好きやもん。おええー、おいくつなんですか、お子さん ?4 歳。おー。お母さんなんですね。はい。<laughs> <laughs> 今、浜本さん、一人称なんですか一人称って何 <laughs> 最強<や>。<laughs> 最強なあ。難しい言葉使うとってないいいな。じゃあ、うちは、うち、うちはうちなんですけど。<laughs> あ おうち。あ、うちうちでディ、ディエはあ、もうなんか子供できたから言えんくなった。ああ、あれ大好きやったんですよ、うちら、あの。私なとか言っとった時もあるけど、子供になんか、私でしょとかなんかいろいろ言われるからな。もうなんかうちなになった。おー、ややこしくなったってことですかそうそうそう。お子さんできてから、そう、変わったんですか うん。ちょっとけど、ディエ聞きたいんで、一回言ってもらっていいですかあそうです。ディエな嬉しい。嬉しい。聞けた嬉しい。懐かしい。ありがとうございます。嬉しかった。めっちゃ楽しかったな。楽しかったです。マモス先輩。ありがとうごま先輩が一番余裕で一番好きでした。優しかったし。と。はい。でも二人めっちゃ好きやったで。こっちも。あ、ほきま。一個ぐらいエピソード欲しかったっすけどね。 言っても。あ、もう、なんか、チョコミントで全部消えたよな。ヒマセンパイの話でしょ。<laughs> う,んな <laughs> うちらは関係なかったですからね。あの、アメトークでね、一応その、まあ、うん、友達20、相方80っていう、パーセンテージになったんですけど、ちょっと浜本先輩と喋ってて、なんか友達の頃思い出したなと思って。あ、嬉しい。ほんま嬉しいわ。はいうん、だって、 二人でおるとき一番幸せそうやったもんな。なそんなことなほんま。浜本先輩はあれですよね、あのー、あのー、日が浴びに親友いましたよね。<laughs> うん、いたけど、今全然連絡くれへん。え <laughs> <laughs> あれあれそ。一口ち,ちょっと伝えたい。でも元あ、元気です。伝えたいんですけど、うん、あの、浜本さんから言われた言葉で大事にしてる言葉があって。駅汚いわ。<laughs> なんでなんですか なんか、浜本さんが素手で食べ物食べたんですよ。はい。アイピー、あのな、食べ物ってな、なんか食べたいように食べるのが美味しい食べ方やでって教えてくれて <laughs> <laughs>。赤はそれ子供にも言うてる。<laughs> て今,も今もなお言ってる。今も言って, <laughs> 言ってた。そう。<や>それ教えてもらって、うちもそっからなんか,なんか結構手で行くようにな,なりました。うん、はい。美味しいです。 はい、よかった。どんどん伝えていこう。どんどん伝えていってください。ありがとうございます。すいません。あの遅い時間に申し訳ないです。ありがとう。頑張ってな。ありがとうございます。すいません。また続き聞いとくわ。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すご。うわー、浜本さんやったな 変わってないなちょっとうちはディエ聞けたから嬉しいのよ。一人称って何最高。何がどうとは言わないですけど、すみよしです。ですね。ですね。すみはそうやったやろうなえさあ、ということで、作戦は以上でございます。作戦は以上。はい。うん、本当にね。 さあとというこで最後に今の割合を今のね浜本先輩とかいろんなやつを受けて友達との割合をねこれ書こうじゃないかっていうことですよね。わかりました。友達が最初ね今最初に『アメトーク』でやったまあ2080やったんですけどもさあどうなったでしょうか。さあ書きましょうかね。はい はいはい、さあ、行きましょう。はい、ええー、さあ、それでは。せーので行きますか。せーのでいきましょう。はい、せーの。二十八十。もっとフレン。ああ。いや、そうそうには変わらないですよ。二十八十ですよ。いや、これもなんか仕事やしな。<laughs> <laughs> プライベートでやってれば、声で言うて。変わってたん。これで。なけど楽しい時間は。うん。 いただ仕事内でな <laughs> そうそう仕事内の労働時間中にな、ね、楽しい時間をありがとうございました仕事の皆さん仕事で付き合ってる皆さん仕事の IP との楽しい時間をありがとうございました、ね、<laughs> <laughs> 悲しいじゃないんですよそんなね、うん、さあ 優れた需要強壮効果があるエゾウコギ体内のエネルギー作りを助ける「オキソアミジン」疲れた体にダブル生薬が効く「バメバーギブアップ」キユーピーコーアアルファードリンク指定医薬部外品です夫婦で家飲み妻はテレビを見ながらビールを飲んでいる僕はおつまみのイカ天ダイオに手を伸ばした。 その時妻の手も同時に伸びてきて手と手が重なったその瞬間胸の鼓動があんた最後の私の家で高ならなかった美味 <laughs> しかったの笑顔が好き大阪京都兵庫和歌山の J コムサービスエリアで MBS ラジオがテレビで聞ける十二チャンネルの J コムテレビに合わせてリモコンの D ボタンを押し MBS ラジオを選ぶだけ クリアなステレオ音声が簡単無料で楽しめます。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。MBS アナウンサー金山泉から特別番組のお知らせです。有名じゃないあれもこれも TBS のナンバーアナとビー z の特番放送します。4月15日夕方4時から来てくださいウルトラソン A! そのヤングタウン MBS ラジオからお送りしております。それではここでもう一つのコーナーに行きましょう。こもごも日記。同じ日の、同じ時間でも人の感情は平気こもごも。毎週時間を指定して、その時にやっていたことを感じたことを書き綴り最後にその一瞬を彩る、ちなみに情報を入れた日記を送ってもらうコーナーです。こもごもこもの村上さんには、えー、発表された日記の中で一番心がこもごもした日記、花丸日記を選んでもらいたいと思います。お願いします。よろしくおまんな。あ。 よろしくお願いよ、まな、あ、合ってるんか、うん、えー、今週の指定した時間、こもこも時は7月7日、えー、七夕ですね、金曜日夜、えー、6時でございます。18時でございます。まあ、我々は、えー、東京公演の、えー、2日目ですね。 えー、6時ということは7時開演でございましたから、ちょうど、はいえー、強制破敵癌を飲んでる頃かなというふうに思いますけどもね。<laughs> 強強打破を。強強打破と。言ってるところですかね。ええー、もう、えー、メ、メディカル、メディカル。メディスンですか。メディスン、メディスンしてた頃だと思いますが。えー、さあ、皆さんは、ええー、この時間は何をされていたんでしょうか。それでは参りましょう。今週のこもごも,も日記。 えー、ラジオネーム、人参アレルギー。一月7日金曜日、18時。会社の飲み会に参加した。新入社員あるあるの通りに私は先輩に、えー、乗せられ、見たことない種類のお酒を海賊のように飲んだ。あげくの果てに酔いつぶれ、課長に、メガネインキャと叫び散らした。<laughs> 最悪。<laughs> ちなみに、<laughs> 翌日食堂で課長とお会いした時、 陽キャになるために今日のランチはビビンバセットにしたよと言われた。<laughs> いや、ビビンバって陽キャなん気にしてたんやん。課長に怒られるとかじゃなくて。うん、なかなかですよ。<laughs> ビビンバ。<laughs> 確かになんかわからんでもないな。 ビビンバはご飯の中ではなんか陽キャな感じもしますね。そのなんか、その口から出るビビンバが陽キャな感じじゃない、うん、いやし、ちょっと具材が多いやつ集ってる感じでいうか、フェス感はあ,<ー>あるよね。<laughs> うん、確かにね。どういう流れだったんですかメガネインキャ。メガネインキャ出ますかむっちゃ怖いよ、こいつ。寄った時にやっぱ本書出ますからね。ねメガネインキャと思ってたんでバレましたよ。うちが一番わかってる、それは。何も言うてんやん。<laughs> ごんじゃない。豚バラごんじゃないの。<laughs> ええー、ラジオレーム、こなたら。ええー、7月7日、誕生日の母でした。7月7日ね。うん、ええー、誕生日おめでとう。欲しいもの考えといてね。お盆に帰った時に買いに行こうと、LINE をした。そういえば母は、毎年玄関に笹を立てて願い事を吊るしていた。うん、なんて書いてあるか見た時、毎年私の健康を願っていたことを思い出した。それを見るたびに、母親の愛を感じていた。 ちなみに、一番高いところには、お金欲しいとの願いが吊るされていた。<laughs> <ん>一番上が良かったですね、娘の健康が。<あ> <laughs> お金欲しい <laughs> よくは出るからな。よくは出ますよ。<laughs> なんお金みたいなもん何歩あってもいいですからね。うん、うちもそうやしな。確かにね。<laughs> ラジオネーム、勝って兜の尾を締め忘れた。喫茶店で 隣の席にいた女性がイラついていました。少し経って男性が慌てて店に入ってきたのですが、その姿を見た女性は今までのイラつきが嘘のように飛び切りの笑顔で手を振りました。今日は七夕、二人にどんなドラマが待っているのか。勝手に妄想した私がいました。ちなみに女性は男性が席に着くなり、ちゃんと考えてくれた今チャンスなの今日決めちゃおうと言いながらパンフレットや 契約書などを取り出していました。なるほどね。まあ、せっつかれてたんでしょうね、上から。うん、絶対一契約取れよっていう、まあ、営業ですよね。よく言いますよね、友達、保険会社が、友達が保険会社になったら。友達じゃなくなるみたいなね。ある。つらいな。つらいですよ。なんでいけると思うんやろなと思うけどね。うん。選挙とかも来るじゃないですか、入れてくるみたいなね。いや、この距離でって思えへん。 えなんでうん。んちょっと、教科書貸してもためらうぐらいの距離ですけど、<laughs> よく来れるよなとは思いますけどもね。えー、ラジオネーム、右サイドハーフ。買い物の帰り、父が、パンと言って、うん、母が、うん。と返し、父と母が反対の方向に進んでいきました。うん、何が起きたのかわからず、とりあえず母についていきながら、何あれと聞くと、 え、今日は、え、娘が帰ってきているから、ミニクロワッサンのプレーンを10個、チョコを5個買ってってこと、と教えてくれました。<laughs> <laughs> 駐車場で合流し中を覗くと、本当にその通りの数、 優れた需要競争効果があるエゾウコギ体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン疲れた体にダブル生薬が効くメバーギブアップ,アップキューピーコーはアルファドリンク指定薬部外品です夫婦で家飲み、妻はテレビを見ながらビールを飲んでいる僕はおつまみのイカ天ン代用に手を伸ばした その時妻の手も同時に伸びてきて手と手が重なったその瞬間胸の鼓動があんた最後の私のやで高まらなかった美味 <laughs> しかったの笑顔が好き大阪、京都、兵庫、和歌山の J コムサービスエリアで MBS ラジオがテレビで聞ける十二チャンネルの J コムテレビに合わせてリモコンの D ボタンを押し MBS ラジオを選ぶだけ クリアなステレオ音声が簡単無料で楽しめます。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。MBS アナウンサー金山泉から特別番組のお知らせです。有名じゃないあれもこれも TBS のナンバーアナとビー z の特番放送します4月15日夕方4時から来てくださいウルトラソン A! エマスのヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますそれではここでもう一つのコーナーに行きましょうごもごも日記 同じ日の同じ時間でも、人の感情はへきこもごも。毎週時間を指定して、その時にやっていたことを感じたことを書き綴り、最後にその一瞬を彩る。ちなみに、情報を入れた日記を送ってもらうコーナーです。こもごもこもの村上さんには、えー、発表された日記の中で一番心がこもごもした日記。花丸日記を選んでもらいたいと思います。お願いします。よろしく、おまんな。あ よろしくお願いよ、まな、あ、合ってるんか、うん、えー、今週の指定した時間、こもこも時は7月7日、えー、七夕ですね、金曜日夜、えー、6時でございます。18時でございます。まあ、我々は、えー、東京公演の、えー、2日目ですね。 えー、6時ということは7時開演でございましたから、ちょうど、いいはい、強制破敵願を飲んでる頃かなというふうに思いますけどもね。<laughs> 強強打破を。強強打破と。言ってるところですかね。ええー、もう、メ、えー、メディカル、メディカル。<laughs> メディスンですか。メディスン、メディスンしてた頃だと思いますが。えー、さあ、皆さんは、ええー、この時間は何をされていたんでしょうか。それでは参りましょう。今週のこもごも,も日記。 えー、ラジオネーム、人参アレルギー。一月7日金曜日、18時。会社の飲み会に参加した。新入社員あるあるの通りに私は先輩に、えー、乗せられ、見たことない種類のお酒を海賊のように飲んだ。あげくの果てに酔いつぶれ、課長に、メガネインキャと叫び散らした。<laughs> 最悪。<laughs> ちなみに、翌日食堂で課長とお会いした時、 陽キャになるために今日のランチはビビンバセットにしたよと言われた。<laughs> いや、ビビンバって陽キャなん気にしてたんやん。課長に怒られるとかじゃなくて。うん、なかなかですよ。<laughs> ビビンバ。<laughs> 確かになんかわからんでもないな。 ビビンバはご飯の中ではなんか陽キャな感じもしますね。そのなんか、その口から出るビビンバが陽キャな感じじゃない、うん、いやし、ちょっと具材が多いやん。集ってる感じでいうか、フェス感はあ,<ー>あるよね。<laughs> うん、確かにね。どういう流れだったんですかメガネインキャ。メガネインキャ出ますかむっちゃ怖いよ、こいつ。寄った時にやっぱ本書出ますからね。ねメガネインキャと思ってたんでバレましたよ。うちが一番わかってる、それは。何も言うてんや。<laughs> ごんじゃない。豚バラごんじゃないの。<laughs> ええー、ラジオレーム、こなたら。ええー、7月7日、誕生日の母でした。7月7日ね。うん、ええー、誕生日おめでとう。欲しいもの考えといてね。お盆に帰った時に買いに行こうと、LINE をした。そういえば母は、毎年玄関に笹を立てて願い事を吊るしていた。うん、なんて書いてあるか見た時、毎年私の健康を願っていたことを思い出した。それを見るたびに、母親の愛を感じていた。 ちなみに、一番高いところには、お金欲しいとの願いが吊るされていた <laughs>。一番上が良かったですね、娘の健康が。<あ> <laughs> お金欲しいよくは出るからな。よくは出ますよ。<laughs> なんお金みたいなもう何歩あってもいいですからね。うん、うちもそうやしな。確かにね。ラジオネーム、勝って兜の尾を締め忘れた。 喫茶店で隣の席にいた女性がイラついていました。少し経って男性が慌てて店に入ってきたのですが、その姿を見た女性は今までのイラつきが嘘のように飛び切りの笑顔で手を振りました。今日は七夕、二人にどんなドラマが待っているのか。勝手に妄想した私がいました。ちなみに女性は男性が席に着くなり、ちゃんと考えてくれた今チャンスなの今日決めちゃおうと言いながらパンフレットや契約書などを 取り出ししていまたなるほどねませっつかれてたんでしょうね上から絶対一契約取れよっていう営業ですよねよく言いますよね友達保険会社が友達が保険会社になったら友達じゃなくなるみたいなねあるつらいなつらいですよ何でいけると思うんやろなと思うけどね選挙とかも来るじゃないですか入れてくれみたいなねいやこの距離でって思えへんえっとで 教科書貸してもためらうぐらいの距離ですけど、<laughs> よく来れるよなとは思いますけどもね。えー、ラジオネーム、右サイドハーフ。買い物の帰り、父が、パンと言って、うん、母が、うんと返し、父と母が反対の方向に進んでいきました。うん、何が起きたのかわからず、とりあえず母についていきながら、何あれと聞くと、 え、今日は、え、娘が帰ってきているから、ミニクロワッサンのプレーンを10個、チョコを5個買ってってこと、と教えてくれました。<laughs> <laughs> 駐車場で合流し中を覗くと、本当にその通りの数、